こんにちは、速稼塾の久保です。全国1億6000万の花屋龍馬ファンの皆様、今日もね、速稼塾の久保が神童花屋龍馬シリーズで花屋龍馬を裸にしていこうかと思います。っていうか別に裸にしないんですけども、前回の動画の中でアナリティクスを感じたこと、アナリティクスを見て感じたことっていう分析がありまして、非常にね、いい分析されてるなと思いました。クロスマーチャンダイジングっていう風な言い方もするんですけども、こっちの分野でうまくいったことをこっちの業界でやってみるみたいなね、そういうのってのはいわゆるそのリノベーションなんですよね。例えばボクシングの業界でやっている、こうなんですかね、シャドーボクシングってありますよね。シャドーボクシングを実はダイエットに生かしたボクササイズっていうのがあるわけなんですよ。でボクサーってなんでね、あんなに減量が得意なのか、シュッと痩せるわけですよ。しかも筋肉を落とさずにパワーとかね、気力を充実させたまま体重だけ落とすわけなんですよ。これすごいですよね。だからそれを取り入れてエクササイズみたいに楽しめるような形にしたのがボクササイズだと思うんですけども、そういうような感じでね、今までこの業界になかったことをこっちの業界の成功事例でこうやってクロスさせていくっていうのはね、今からどん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 起きてくると思うんですよ。もう私のね、頭のいい3段階っていう考えがあるんですよ。速稼塾の頭のいい3段階。まず第1段階は物知りなこと、たくさんの情報を持っていること、何でもかんでも物知りなことが頭がいいかそうじゃないかっていうのの境目になることが一つなんですよ。次の段階っていうのは、たくさんの物知り、その情報をどう組み合わせるかってやつなんですよね。これがまさにクロスマーチャンダイジングで、私は TikTok はやってないんですけども、 TikTok っていう動画のサイトがありますと、そういった世界があります。 YouTube っていう動画の世界があります。どっちも一緒だろうじゃなくて、いや、ユーザーが違うんだよってことで、こっちに滞留してるユーザーをこっちに持ってくることによって、今まで YouTube では拾えなかった視聴者さんを持ってくるってことができるんですよね。まさに素晴らしいじゃないですか。いや、いいと思いますよ。はい、ところでね、ところでなんですけども、 TPPS 徹底的にパクるの最後についてる S って何でしょうか。 S ってね、それはですね、まるで同じようなことをするんだけども、ちょっとだけ違う粉をパパパッとね、七味唐辛子みたいに入れることなんですけどもね、これがね、例えば待てよっていう言葉とか、ちょっと待てよって考えで、見ていくといいのかなと思います。例えばですね、 A さんが YouTube で一つの理屈を話していると、でそこにスパイスを加えようと思ったら、 A さんに物申すっていう感じで、いや、こういう見方もあるんじゃないですかっていうふうな別の解釈をあえてね、持ってくるんですよ。もちろんそれは喧嘩にならないように否定的なものではなくて、 A さんの言うことももっともなんだけども、こういう事例があるんで、A さんが大体そうなんだろうけども、例外があるから、A さんが全部が全部解決してるわけじゃないよと、 A さんに責任を転嫁するのちょっと違うよみたいなね、そんなこう お手伝いみたいな感じでね、動画を出すこともできます。それがまあ TPPS の S かなと思いますよね。他にもね、別の考え方を入れていくだけではなくて、 A さんももともとはこうだったんだけども、ご苦労されてこういうふうなノウハウを確立したよみたいな言い方もありますよね。まあ、そういうふうなね、ことができるんじゃないかなと思うんですよ。そしてですね、ちょっと話だいぶ変わりますけども、これ花屋龍馬さんもね、経験されてることだと思いますけども、私ね、最近ね、批判めいたこんなコメントをいただいたんですよ。それはですね、久保は FX をやっていると、人に勧めていると、こんなやつは詐欺だ、そういうふうなね、コメントがあったんですよ。どういうことなんだろうと思ったんですよね。で、私なりに考えたんですけども、私がね、 FX で勝てていないのに FX やりましょうって言ったらおかしな話ですけども、勝てているからお金に困った人に FX やったらどうですかっていうふうなのは自然な流れだと思うんですよ。だって FX で稼いでるから、いや、なんか FX がいいんじゃないですかって、稼ぎますよってなっちゃうしか、それしか言葉が出ないんですよ。でも FX で一回も勝ったことがない人は FX やめとけっていうふうな意見になると思うんですよね。だからそもそも FX で勝ててない人は、私に対してどうね、 FX でどうなんですかねみたいなことがなった時にね、言い争いっていうかね、意見が対立した時に、私はね、いや、 FX、僕の経験で言うとこういう風な順番で学んでいったら勝てるんですけどねと、まあでも年単位での辛抱は必要だと思うけど、まあお金のことなんでね、年単位の辛抱は当たり前だと思うんですよっていう風にするりと話すんですよ。でも FX で勝ててない人は、本当にその通りになったら勝てるのかなって疑問は拭えないし、結果的に儲けられなかったら勝てなかったら責任取るんですかみたいなことも言われちゃうかもしれないんですよ。で、私が FX の教材出して、それは全員が全員ね、できるわけないじゃないですか。みんな個体差があるわけですから、だからそれに対して結果が出てない人が大半だからって言って、
教材が悪いっていうふうになるのかって言ったら、私としてはちょっと違うかなと思うんですよ。これいい例えとしてね、言わせていただくと、じゃあ東大合格塾ってのがあって、その塾に行ったら全員合格するのかって話ですよね。大半落ちますよね。よくて合格率 15% とか 20% とかだと思うんですよ。それでもすごい優秀な塾だっていうような形になると思いますけどもね。じゃあ8割の人が合格しない東大合格塾はインチキなんですかってことになっちゃうんですよね。で、花屋龍馬稼がせますプロジェクトってあったでしょ。稼がせられないじゃないかみたいなクレームっていうのはちょっとおかしいですよね。だって稼がせますっていうのは、言ったことをきちんとやってプラスアルファ試行錯誤は自分の力でして結果的には稼げますよってことで、しかもその結果の保証はどうやってもできないじゃないですか。というのが、稼がせますプロジェクトって言っても、実際に代わりにやってあげるんじゃなくて、教えた方法を再現するのはあなたですよって話なんですからね。じゃあその人がセールストークちゃんと書けるのかな、そもそも対応を細かくできるのかな、そして YouTube でセールスがダメだったら TikTok に行こうかみたいなスパイスをちゃんと自分で添えられるのかなと思ったら、ちょっとそこはね、個体差が出るところですからね、だからね、正確に伝えたからといって正確に伝わるわけではないし、正確に伝わったからといって正確に行動できるわけではないし、正確に行動したからといって希望の答えが出るわけではない。これは全て人生なんでしょうね、きっとね。だからビジネスも人生も恋愛も天変地異みたいなね、100点満点したのに不合格ってことがいつもありえるんだっていうふうに覚悟はいるのかなと思っちゃうんですよね、ということでね、こんな堅苦しいお話もありますけども、実際に花屋龍馬さん丸裸にするとどんなそこに人格が現れてくるのかね、この辺も楽しみですよ。30年の花屋龍馬さんの人生の中でマジシャンをやったりミュージシャンをやったり、なんかね、破産をしたんですかね、なんかそういう風な不遇があったりとか、でも今日は笑顔でまた YouTube 撮ってる、素晴らしいじゃないですか、素晴らしい、ね、これからも花屋龍馬万歳でよろしくお願いします。で、いってらっしゃい。